日本中部地方長野県長野市、芹田地区若里若里は長野県長野市の市街地南部にある町名。現行行政地名は若里1.23.45.67町目。住居表示実施済み区域である。郵便番号は380-0928。地区の南端には西川が流れ、東端を国道18号が通る。中央部には 長野県道372号3歳大津島中五所線が東西に横切る。接する大技、町長は以下の通り、長野駅の南に位置し、副都心として多くの医療、文化施設が集まる。地区内には昭和50年代に若里公園、長野赤十字病院などが置かれ、ついで1998年の長野オリンピック前後に、 長野市若里多目的スポーツアリーナ、長野市若里市民文化ホール、長野市保健所などが置かれた。古くは現在の長野赤十字病院付近の西側に市村の私が置かれていた。1611年に丹波島の私が北国街道の西側とかとして定められるまで小市の私と共に北国の交通を担ってきた重要な私であった。 現在私のあった付近に橋はかかっていないが、長野市都市計画マスタープランではこの付近の西川両岸を何らかの形で結ぶ構想が示されている。地区内の人口及び世帯数は以下の通り。若里の範囲は、おおむね1876年時点の上目の地群、若里村の範囲に相当する。旧若里村の歴史長野市若里の歴史若里地区では、 1999年と2003年に住居表示が実施された。住居表示実施前の町名と現在の町町名は、おおむね以下の通りである。路線バス長野県道372号3歳、大津島中央所線、指導長野駅東口線上に、アルピコ交通、長電バス、長野市循環型乗り合いタクシーの以下の路線系統が、走っている。 長野赤十字病院が立地することもあって、運行本数は多い。北部に若里公園が広がる。アパートが多い住宅地。東半分の長野中央市場跡地にビッグハットをはじめとして長野五輪に伴い作られた施設が集まる。東半分は新州大学工学部キャンパスで占められる。長野赤十字病院東半分は長野赤十字病院と、 市営団地で占められる。ほとんどが金棒長野工場の跡地で占められ、跡地に美術館、保健所などの施設が建てられている。南半分は工場団地が広がる。住居表示未実施地区。ほぼ全てみすべてミスズコーポレーションの敷地で占められる。ありがとうございます。